すごい女美が来た。皆さんおはようございます。いつも釣りには見ていただきありがとうございます。今日は、大瀬に久しぶりに来ました。今日は北東の風結構強くて、で昨日までは西がすっごい吹いてたみたいで結構海荒れていて、で今日は東に変わったんですけど、なんかまだうねりが結構大きくて、本当は前の方に出たいんですけどちょっと出れないので、ちょっとこの辺でやってみたいと思います。南水に来るときっていつも行く餌屋さんは南昇さんなんですけど、南昇さんも頼んでおくとちょうどいい硬さのオキアミに解凍しててくれるので、すごくねいいんですよ。しかもね、南昇のご主人はねどこが今釣れてるよとかいろいろ教えてくれるので、こちらに来られた際は皆さんも聞いたら教えてくれると思います。今日はファイアーブラッド 1.5 の坊さん、そしてリールは BBX ハイパーフォースです。今日の仕掛けはまず別品のゴビ、それに塩受けクッションつけて、その下に新しくアイスタイルシリーズで発売になりましたアイスタイルトレーサーのゴビ、これでやってみたいと思います。そしてあん玉は前巻の5、一つつけようかなと思います。足元からずっと大きい根があってちょっと釣りにくいかなっていう感じはあるんですけど、一応これでやってみようかなと思います。はい、今日はですね、茶化漬けの方に行くと結構足下がこう切り立ってる感じで釣りやすいんですけど、ちょっと静かな感じなので、あの波気があるところに最初はやってみようと思うんですけど、なんせね、でもね根が大きく張り出してて、この下り根がで、こう根に当たって切られてしまいそうな、もし大きいのが来たらですね、なのでちょっとしっかりしたタックルでやろうと思います。さあどんな感じなんでしょう。久しぶりの大瀬なんですけど、ちょっとね船長に朝様子を聞いてみたところ、イスズミとイサキがすごいみたいで、なかなか難しいということでした。今ね、手前だとこの根の上を探るような感じで、あんまりこう、来た。あ、外れた。きっとイスズミですね、この外れるの感じ。イスズミって結構、口外れるんですよね、かけても。今日は新しいアイスタイルシリーズの、トレーサーですね。私がよく水中機を使ってるのは、中層にいる魚たち、餌取りたちをかわして、その下にいる大きいグレを釣りたいからこういう仕掛けによくするんですけど、やっぱりイサキやイスズミがいて、でその下とかに小さなグレがいて、でさらにその下に両型グレがいると思うんですけど、でそうなるとせっかくイスズミの棚をかわしても、その下に小さいグレがそれもかわさないと、なかなかね大きい魚のいるところにまで仕掛けが持ってけないんですよね。それをいかに早く持っていくかっていうことで、で結構こういうストンと落ちて潮のりがいいものを使って やることが多いんですけど、あーでも餌取りが多いです。結構うねりありますね。なかなかね揉んでて仕掛けが入りにくくはあります。まあ、こういう磯とかだとなかなかその潮の状況によって入り方がその日その日で変わってくるので、ガン玉とかで調整してあげた方がいい時が多いんですけど、普段穏やかなところだと本当にこの 5B5B ってすごくこうピタッとしっくりくる重さの設計になっているので、これすごく使いやすいですね。足元の根がきついので手前を狙うのはかなりしんどいですね。ちょっと沖を攻めてみたいと思います。で今日みたいに風が強くて波もあるような時とかはやっぱり下の潮をしっかり掴んでくれるのですごく有効ですね、こういうタフコンディションの時には。この
水中機が一個あると活躍をしてくれることが多いですね。仕掛けは入ってってくれますけど、あ、餌ちょっと残ってきましたね。餌残ってきましたね。さあ、久しぶりの音声、楽しみの一つがこの私の大好きなお弁当です。めちゃくちゃ美味しいんですよ。これアジの干物と、じゃーん、おむすび。結構大きなおむすびなんですけど、これ3ついろんな味が入ってるんです。梅干しと昆布と鮭。これがね、このおにぎりがめちゃくちゃ美味しいんですよ。いただきます。やっぱり美味しい。味噌であったかいものを食べれるって幸せだ。干物、これも焼きたてなんですよ。美味しいんですよね。じゃん。スーパー贅沢な朝食って感じです。なんか中途半端な場所で舌を出してたので、足場は悪いし、根はすごいし、もうちょっとやりにくすぎたので、やりやすいところに移動します。爆風は避けて通れませんが、さあ、めちゃくちゃ釣りやすいところに来ました。ちょっとここだとおそらくイサキ中心の釣りにはなると思うんですけど、その中からグレを拾っていけたらなという感じですね。いやー、足元も魅力的ですね。意外とそのやっぱり潮はあんまり流れませんね。昨日は 22.3 度、そして今日は 19.7 度。結構西風が吹くと水温が急激に下がるとはありますけど、結構下がりましたね。お、来た。まあまあのサイズですね。多分これがイサキとかの中からこのサイズを拾ってくっていうのが、ここのところの、コンディションのということは船長からも聞いてたんですけど、ちょっとここから少しずつサイズアップできたらなと思います。結構深い棚で食ってきましたね。ここから見てても中層にはすごいたくさんの餌取りがいて、それでも仕掛けが綺麗に入ってってくれたので見守っていて、中層抜ける時には結構いいスピードで仕掛けが入ってってくれてたんですよね。トレーサーが下の塩を捉えた時に、ちょっと早めに中層の餌取りの棚を通過してくれたら、ちょっとその人に釣れるグレに会えるのかなって、そんな感じですかね。あ、来た来た来た。あ、抜けちゃった。ちょっと合わせ早かったか。当たんなくなってきましたね。ちょっと仕掛けチェンジします。はい、ナイロン2号から
ハッピーの 0.8、 それにリーダーが2号。ちょっとマニアックな足元とか、根と根の間のさらしの中とか、そういう擦れそうなポイントが今日風と波で使えないので、遠投してやってみたいので、多分ね、ピーとかの方が当たりも取りやすいし、だとラインも貼れるので、浮きはアブソリュートの美、日よけクッション入れます。私は必ずクッションがどうしてもあった方がなんか好きで、まあ、使用受けるし、でもそれプラストレーサー水中浮きでさらに使用受けるっていう2段階で対応やったりすることが多いです。でもこのトレーサーって、このトップの入り口、ここが樹脂になってるんですよ、柔らかい。下の部分も同じ軟性樹脂が入ってます。なので、浮きと浮きが当たっても大丈夫っていうのと、やっぱりサルカンつけても、こうサルカンにこう当たっても全然浮きが傷つきません。でトレーサーはトップの色がこんな感じで3色に展開されてます。で一番老舗いいもの選んでもらえれば、例えばこう入っていくときに、どっちに流れてるのかっていうのが、まあ、2枚塩とかっていう時もありますので、そんな時は下の塩、やっぱりこの水中器の方が捉えてくれて、上の塩がこっちに行って下の塩がこっちに行っても、こう持ってってくれるから、ラインがまっすぐに張れる状態になるんですね。でその時にどっちに流れてるかなっていうのを、すごく視認性がいいので、もう目で見て、あんな風に流れてるんだっていうのが分かりますね。なのでね、すごくこう作戦戦略を立てやすいっていうのも、メリットの一つかなと思います。さあ仕掛けを変えてやってみましょう。水中浮きをつけることによって少し重くなるので、かなり飛びますね。あとね、めちゃくちゃ遠投したい時にも結構便利です。すごい大波が来た。全然波収まらないですね、今日。びっくりした。あ、でも、さらしがあると仕掛けがよく入る。です。ちょっと今棚を浅くしたら巨大が釣れました。
なんかすごい大きなイスズミとかめちゃくちゃ浮いてるので、すごい深いところをあえて攻めてたんですけど、ただ深いところを探ったらもうフグだったり、まあ、イサキがポツリポツリっていう感じなので、もう浮いてる魚グレも混じってるから、それをちょっと狙っていきたいと思います。なのでフタヒロをちょっとぐらいの棚でやってみたいと思います。あそこら辺の探しの中を、イサキですね。イサキです。やっぱり遠投するとイサキになっちゃいますね。まあでも今回はいろんな魚料理を作りたいなと思って、ちょっと釣れた魚は持って帰ろうと思います。やっぱり磯で釣れた魚って美味しいお魚が多いので、いろんな料理にできるんですよね。なんか来た。よいしょ。来たって安定のイサキですね。沖に投げるとちっちゃいですけど、はい、では逃がしてあげましょう。釣り終わって港に戻ってきました。ですね、今日は、昨日の西風から東の風に変わって、で西風が吹くと水温が下がるということで 2,3 度下がってしまったということで、もう活性が悪く杭が渋いということで、微妙な釣果でした。でもまあイソキはポツポツ釣れて、グレの顔も見れて、まあ、それなりに楽しい釣りはできました。余ったコマセで何が釣れるか楽しみなんですけど、何か釣れたらいいなと思ってやってみたいと思います。今日はでも全然潮が動かずに、あんまり釣れてないって隣のおじさまたちも言ってました。なんか波紋がいっぱい、きっと餌取りがなんか寄ってきてるんですかね、小マスに。一回あげてみましょう。餌が、お、丸々ついてますね。お、なんかが当たってるかな。あ、ちょっと餌が取られました。かじられてますね、はあ、いや、ドキッとしますね。太刀魚がスッと入った時ってやっぱり楽しいな。棚はだいたい1本ぐらいですね。餌を、時計餌は V9 です。よいしょ。
ボラか？違うな。え？マダイだ。マダイですね。おお、マダイ釣れましたね。わあ、めちゃくちゃ元気な。すっごい綺麗。なんて上品なマダイでしょう。美しい。うわ、ちっちゃくて可愛いマダイが釣れました。すごい桜色ですね、ピンクで。めちゃくちゃ綺麗。いや、楽しいですね。ありがとう、バイバイ。元気に帰ってった。すごい気持ちいい浮きの入り方しましたね、スパッと。お、気が入りましたね。あ、浮いてきた。いいかな。来た来た。なんだ次は。あ、なになに、ちっちゃいけど銀色してる。あ、これは違う、カイワリみたいなやつかな。よいしょ。ちっちゃいけどヘダイ釣れました。あ、結構いろいろ釣れて楽しいですね。余ったコマセでこんないろいろ釣れると。いやー、すっごいキラキラ。磯を上がってコマセが残ってたので、ちょっと余ってる配合を足して堤防に来てちょっとやってみようかなと思って竿を出してみました。なかなか厳しかったですね。でもそんな厳しい中でも、ちっちゃいマダイとヘダイが釣れて、まあ、なんかすごい楽しめました。ということで今日はこれにて終わりにしたいと思います。また見てください。バイバーイ。帰りまーす。